市にある七山村づくり協議会を訪問します。七山村づくり協議会は9つの団体から構成され、各団体から選出された委員17名と相談役4名で運営しています。人口減少や高齢化の進行が著しい七山、観光客を迎え入れるため景観整備などを通して地域の活性化に取り組んでいます。活動の一環として主要道路沿いの草木が繁茂した状態を改善、4年間でおよそ1300本の花木を植栽しました。また唐津市と連携して地域おこし協力隊を募集。2021年4月に山口県岩国市より2名の地域おこし協力隊を採用しました。ここ公園でしょ。そうですね、ここは鳴上公園って言いまして、夏はもう夏休みとかですね、もうお客さんがすごい多くて、でその隣接したところは玉島側ですね。この玉島側も草がむちゃくちゃ繁茂して、で草やぼになってしまってて、でちょうど20代から50代ぐらいですかね。で今はなんか60人ぐらいこう集まって参加してもらってるんですけど、まあ、そのメンバーで整備をしてます。素晴らしい、はい、ものすごくお客さんが増えてですね、地域にこうね、メリットとして落とされてる反面よりも、どっちかというとこう地域の人が不満に思うことの方が最近増えてきたっていう現状があって、ね、でそれをなんとか解決したいってい こう七山全体の、まあ、空き地とかいろんな問題、あの有給の地とかいろんなものがありますけど、あれをこうメリットに変換していって、まあ、全体をこうアミューズメントパーク化できないかっていうんですね。いやこれだけ綺麗に管理されてるとこはなかなかないなと思ってからさ、でまあ、その川遊びに来られる方だけじゃなくて、こう地域の人たちもこう満足できるような地域おこしをしていかんといかんというのがもうテーマで、いろんな活動をされている方がいるんですけど、やっぱりその知られてなかったりだとかっていうのがあるんで、そこにもやっぱりスポットを当ててあげたいなっていうのは僕個人的に思うところではあります。あ、本当気持ちいいな、これいいでしょ。昔の夏休みを思い出すね。いや本当にあの七山村今どういう状況なのかななんて思いながら聞きましたけれども、30代40代の若いみんなが中核となって、そしてこれまで支えてきた長老の皆さん方がそれを応援するっていう形がしっかりできていて、この自然を生かした持続可能な村づくりっていう意味で、七山の良さが発信できるように県もしっかりこれからサポートして、ますますあの佐賀県のいいところがこれから盛り上がっていくんじゃないかななんて思って楽しみです。